もうやだ。なんかね、今日お休みなの。あ、ちょっと待って、その前に視聴者の子からまたワインをもらいました。ありがとうございます。あとこのパーラービーズのおもちゃももらいました。ありがとう。これずっと欲しくて今からやろうかなって思います。なんかね、今日休みなのよ。休みの日なのに、あの会社から連絡来て、なんか昨日スイスイちゃんにやってもらった契約間違ってたよっていう連絡が来て、その不動産の仕事だから契約書をお客さんに書いてもらうのね。でそれで住所を書くところが現住所を書かなきゃいけなかったのに、新しい引っ越し先の住所を書いてもらっちゃったの私。で初めての契約だったから分かんないことが多かったし、で前の日休みだったし、朝出勤時間の10時からの契約だったから誰かに確認して挑むとこもできなかったのね。あと署名がちょっと1個抜けているとこがあってとかで、次から気をつけてくださいっていう連絡が来た。まあ私が気にしすぎな元々の性格が出ちゃってるのもあるんだけど、もちろんちょっと怒ってる感じだったのね。その署名が抜けてるからさ、またお客さんに来てもらうか、お客さんに郵送して書き直してもらったりとかしなきゃいけないから、でまあだるいじゃんそりゃ、その人からしたら。でもさ、1回目でさ完璧にはできないよね。まあ私はもう怒られるのがもう一番嫌なの。長い時間働くより嫌なので、まあ社会人なんか怒られるの当たり前だし、入って今 2,3 ヶ月しか経ってないから当たり前なんだけど、やっぱちょっと落ち込むね。次から気をつけようとは思ってたんだけど、その休日にその連絡が来たからはぁってなっちゃった。はぁ、で今日は私は正社員じゃなくてアルバイトのフルタイムだから、同じ23歳の正社員からしたら少ないんだよね。まあその代わりに正社員の人に比べたら自由な時間が多かったり、休みが自由に取れたり、定時で帰れたりとか、そういう自由を買ってるっていう風に思ってるから、低収入なのは全然いいんだけど、まあ実家から出て家を借りてるからお金がかかるんですよ。フルタイムアルバイターがどのように生活をやりくりしているのかを公開したいと思います。まあ東京で働いててそんなに少ないのってびっくりすると思うんだけど、現実はこんなもんです。興味があったら見てみてください。どうぞ。はい、スイスイ氏の基本プロフィールはこんな感じです。あ、ちなみに時給は1200円です。1日8時間拘束7時間勤務。1ヶ月の生活費の内訳を話していきます。まずなんだけど、家賃はわしは4万3000円払ってます。わしは同居人と分割してるけど、一人暮らしだったらまあ6万あればアパートなら東京でも住める、全然。次に生活費3万円ずつ同居人と出してて、で一つのお財布に3万3万入れて6万で生活費を1ヶ月でやりくりしてます。なんか買い物行った時とかは最初自分のお財布で出して、帰ってきたらその共同財布から使った分抜くみたいな感じで、次は3万円自分が自由に使えるお金を下ろしてて、私は全部現金でやってます。
まあ、使い道はこんな感じで、まあ、帰り道のチューハイが1日まあ200円ぐらいだけど、毎日やってたら痛くなってくるね。はい、次は、あ、クレカの引き落とし。わしは現金だからあんまクレカ使わないんだけど、月に必ず落とされるお金ぐらいはクレカから引き落とされてる。あとはネットでたまに買い物したりするぐらい。はい、あとはその他、なんかちょっと特別な時がある時、今まで言ったお金じゃ足りない時はなんか1万円ずつぐらい口座から下ろして使うって感じかな。で、まあ合計すると1ヶ月で12万円ぐらい使う。まあこれは最低金額で、まあ肝心の給料はなんだけど18万円ぐらい前後、時給だからちょっと月で変わるけど、まあでそこから社会保険とか年金とかを控えて手取りは15万円くらいかな。まあだから貯金は正直ほぼしてない。できたとしても1万円ぐらいだよね、この感じだと。でまあたまにほら贅沢な暮らしいいなとか、専門学校卒業して正社員続けてれば今頃手取り20万ちょっとぐらいもらえたかなとか思ったりするけど、まあ今のわしは仕事量もお金の量もうこれでちょうどいいかなと思う。まあということで、23歳アルバイトフルタイム東京住みが働いて生活をするとこんな感じになります。もし今正社員が辛いなとか残業辛いなとかいっぱいいっぱいだなって思ってる人がいたら、まあこれぐらいの暮らしは私ぐらいの働きでもできるので、逃げたくなったらいつでもわしと一緒にゆるゆるアルバイト生活しようね。バイバーイ。